はーい、こんにちは、こんばんは、ハルケです。今回はベースアイコンのアンリを使っていきたいなと思います。スキル4、逆足4の選手になります。まあ身長はね、少し大きめな選手にはなるんですけれども、こう、やはりアンリということで、ペース、シュートっていうのも非常に高くなっている、そんな ST になります。で、ドリブル自体は少しね、重たい選手にはなるんですけれども、そこがどうかというふうなところですね。パスはスルーパスとかは、どうやろうかなっていうふうな感じなんで、まあそこも見ていけたらなと思います。でプレイスタイルに関してはラピッドのプラスがついているというふうなことと、あとはクイックステップだったりとか、トリベーラとか、あと今週かなだったりとかもついているということになってます。で今回ケミストリースタイルはエンジンをつけて使っていきたいなというふうに思います。じゃそれでは試合に行きましょう。さあ当たりましたので行きます。ティエリアンリ、まあ SBC でね来た選手にはなるんですけれども、どうなんかと。サンダーストラックをね、今作は使ったことがあるんですけれども、まあそれはプラス2なんで、こっからね、能力的な部分で言うと。まあ、サンダーストラックはめちゃくちゃ強かった。だけど、ベースはどうかというふうなところです。で、今回は、4222の LS でいきます。ST の一角。左にいると思います。それでいこう。左？右かな？いや、多分左だ。おそらく、います。まあ、ラピッドのプラスで言うとね、最近は、あれですよ、ウェルベックがいるので、正直ウェルベックでええやんってなったら、ちょっとね、終わりですよね。だってウェルベックは8万ですから、SBC 価格、アンリ90万くらいするでしょ。結構高い。TOTY をね、前にして、作る必要があんのかっていう、ことですよ。やけどアンリはかっこいい人気選手だと思います。おっと、いきなりサールが見せてきた。ちょっと待って、あライオッケー、サールさあ行こう。ティエリアンリの実力いかに。ウェルベック押しよ。ちょっとアンリにボールを。ナイス、カイルウォーカーです。ウォーカーいいわ。やっぱりさあボールをはたいて、アンリティエリアンリ惜しいよ。やっぱ足の伸びはありますね。結構足伸びるなっていう。足の長さをなんか本当にこう生かしてくれてるというか、ちゃんとね。さすがこうアイコン選手といった感じです。OK。いやー、パス、あ。いいよ。オッケー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 。ティエリアンリエ、いやーちょっとエウゼが中入りすぎてる。ソンフミよ、ソンフミ。ソンも強いな、ソンもちょっと使いたいな。ナイス反省。あ早い、あ早い、さすがさすがアンリ。アンリがのパス、エウゼビオ。パス良かったね、結構。エンジンで上げた方がいい説、やっぱり。どうなんだろう。で、あと普通に速かったですね。ラピッドのプラスがなんか、しっかりとラピッドだ。あ、ファンダイクカバーして。あ、おお、そこでパス出すか。止めれるよ。カイルウォーカー。オッケー。オッケー。ナイス。カマンビン。あとアンリのいいところはこうやって当てれるとこ。はい、ナイス。やっぱ大きい選手だから当てれます。あっこでね。でちゃんと買ってくれたり。したのはでかいね。1個。
惜しいよ。普通に強いな。頼むよ。ティエリアニの力。まあ、ここの重さっていうのはどうしてもありますね。エンジンで上げてもちょっと重いですね。まあ、ウェルベックと同じぐらいか、ちょっと重いかぐらいかな。だね、細かい選手とかちょっとこう敏捷性がある選手が好きっていう方はね、本当結構アンリはね難しい選手にはなってしまう。いやー惜しい。ゴールキック？マジ？あとはあの理不尽なシュートを決めれんのかっていう、アウトカーブとかST として決めれるんだったら、もうそれは非常に素晴らしいことです。いやちょっと待って、出すのが遅い。おおほー、まあいいですよ。あとケミ的なところ考えると、フランスっていうのはちょっとでかいなっていう気はします。あ、アンリいいとこいる。ここのねちょっとね重さはねあるんだから、スペースがあればねあのままこうトラップでグーンって前に行けるんだけれども、ちょっと抜け出せるか抜け出せへんかみたいな時にね、持ち直した時はちょっと要注意。重たさはね若干はねあります。まあ身長188センチなんでね、結構アンリはね本当に人気選手なんやけどね、人によるというか、本当にこう人によって使い勝手がね変わってしまう、そういう選手にはなっちゃうね。ウェルベック使えてる人やったらね全然いけると思います。いやーちょっといいよ。ただね、ウェルベック、今んとこは、まあ、ウェルベックでも十分早いから、ウェルベックでもいいんちゃうかっていう意見にはなってます。OK、ファンデイク。ただね、早い。ただ早い、普通に。全然スピードは速いですね。十分ですよ。全然置いていける。あと、決定力みたいね。ちょっとシュートの場面を。一回左足で打ったけど。枠外に飛んでしまったんで。相手ミリトンでしょ。おー、すごいサイドチェンジ。あれ？ナイスフレンキー。あ、来た。さあティエリー・アンリー、アンリー VS ミリトン。うわ、ミリトン強。ウィンターワールドかな、金かな。背負ってくれ。あ、オッケーオッケー。相手のミリトンも強いなこれ。いや、惜しい。かわせたよ、今でも。ナイス。いやー、ヘディングでやるか、それ。いやー、いいね。ナイスファンデイク。ウェルベックもね、早いのよ。ウェルベックでも早いのね。やっぱ通らんか。お、それ取っていきます。スピナツォラ、ええよな。たっぷんな。あ、ないよね。ないよね。あるか。
あったかいま、あ、あ、えうぜ、ナイス、よく残した。これやばくない？うまいね。ウェルベック、いいよ。いや、あるな。そう、エウゼ並みの軽さではないです、全然。あ、いや、アンリー決めれんか。今ちょっとアンリーに期待してしまったけどね。空中戦見てみる。空中戦どうなんていう。アンリーうまいな、コーナーキックも。ちょっとハンセンで今回フリーキックちゃう。コーナーキックうまいな、アンリー。アンリーおる、まず。あ、ペナガイにいます、ペナガイにいます。走ってきたよ。あ、ボールが、ボールがちょっと、ハンセン、あ、来た、これ、うおー、今の決めれへんか。キーパー動かしてたかな。あ、こっからアンリの、あー、オッケーオッケーオッケー。あ、アンリ、アンリ、ティエリアンリー、ようやく決めてくれた。右足か、今のは。カマビンがめちゃくちゃいいクロスやったな。そしてファーストタッチ、トラップのプラス、プラスじゃない、一応プレイスタイルもついてますんでね、白で。ああいうところもええよっていうところはあります。素晴らしい、よかった。カマビンガもいいよ、皆さん。カマビンガも結構いいよ、おすすめ。あっ、もう、もう強いな、バペ。何バペ、急にいいか。いや、フィジカルでやられたよ、ハンセンが。危な、おい、普通に強いな。あ、待って、ミスター、罰を押し、あっぶねー。さあ頼むよ、テイリアンリー。あ、エウゼ、いや強くね、ミリトン。マジで、マジで強いんやけど。いいとこ見てるな。OK。え？マジか。ちょっとミリトン、あのミリトンがウィンターワールドカードかどうかだけちょっと確かめたいな。ナイス。いいよ、アンリ。アンリ、そんなにパスミスあんましないね。あ、ちょっとパスが、まあ、うまいわけではないという感じか。たまにうまさも見せますせやけどみたいな。ミリトン、マルディーニか。あっこ今のとかね、やっぱちょっとこう貫通的なできたら、やっぱえぐいな、やっぱ強いなってなるんやけど。いけるかな、無理だね。パス、ウェルベックもそんなにうまい方じゃないからね。そんな豊かで、あっ、強くない、ミリトンが。あっ、いや、そっちじゃなかった、エグゼじゃなかった、ウェルベックです。ウェルベックに出したつもりでした。でも今はちょっとよろける、よろけないでほしかったけどね。バランス値かな。でテクニカル、コントロールスプリントやってもね、結構重たいですね。結構重たさはあります。おお、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 ナイス。さあ、ハンセン、もう時間ないか、これラスト。
いや、アンリーちょっと抜け出してほしかったね、早めに。ラストやな。アンリー、そのあっこでなんかするっていうタイプではないわ。いや、この流れの中でっていうタイプやが。ナイス、怖いよ。延長行くな。延長か。まあ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 、ティエリアンリが決めるのか、試合を。頼むよアンリ。今んとこね、まあ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 悪くはないけど、90万やからね、 SBC の価格としてはちょっと100万近い選手としてはどうなんだっていう部分もなきにしもあらずですよ。ただ唯一、まあ本当言えることは、でかい選手 ST を使ってないって人はね、ちょっともしかすると使いにくいかもしれないっていう。え、ファールだリオがすごいこかされてたけど、なんかもうリオも誰も使ってないね、全く見ないよ。ティエリーラピット、あー、オッケーオッケーオッケー、いいよ。あ、え、おお。でも今のところもね、ちょっと足普通に出されてもうたあるからな。アンリー行く、これ狙うカーブするからね、行くよ。ティエリー、あー、超えればでした。早いなアダマ。めちゃくちゃ速いぞ。おい、むちゃくちゃ速いぞ。さあ、ウゼビオ行こう。ミリトンがえぐい。ミリトンがえぐい。ミリトンのエグさ。オーケー。ちょっとミリトンが強いな。あれ金やったらちょっとショック、ちょっとショックです。さあ行こう。ティエリアンリー、うわー、キーパー出てくるか。アンリーの今週、アンリーの今週あるね。あるアンリの今週あったー。あれ決める。まあアンリのね、決定力の高さと、まあロリスはね、ロングシュートに弱いからね、身長がちょっと低めやからっていうのももしかするとあるかもしれない。ただアンリは決めた。相手キーパーがなんだ、ただアンリは決めた。素晴らしい、素晴らしい構成とシュート見せてくれました、ありがとう。ティエリアンリー、いや、よかったね今の。よかったね。でもオフじゃない。さあラストです。あるんちゃうか、あるんちゃうか。いやー、ちょっとぶち抜いてほしい感じはしました。操作ミスかな。でももうスタミナあれへん、誰でもあれへん。どうする、こっちも頭入れる。頭、まあウェルベックはまあちょっと見たい気はするけど、エウゼ変えるか。エウゼネイマールにしよう。ネイマール、スターリングにしようか。ウェルベック、まあちょっと疲れてるからね、ウェルベックは。ヤピ、こんなん入れたらもう終わりですよ。いきましょう。まあ全然悪くはないアンリ、うん、普通に強さは今のこの環境下の中でも通用はします。ナイス、ネイマール。
さあどうする。あ、出た、出ていった。あ、これ勝てる？あ、勝てるね。パス悪すぎひん、スターリング。いやー、取れへんか、今の。あ、フリーキー。あ、あり。いや、これね、これをね、なんかね、ゴリッといってほしいのよ。やっぱりアイコン選手というか、その、アンリやったら。ここはやっぱちょっと重たいですよ。ちょっと重たい。ちょっとね、重たい。ちょっと重たい。早いな。バロやばいな。オッケー。さすがファンデイク。さすがファンダイク、マジで。これ、金やからね。マジで金でも強いわ。こんなん TOTY 来たら。あ、スターリング？スターリング？スターリング、ググググググ。最後にティエリ・アンリが仕上げます。ティエリ・アンリ、ティエリ・アンリ、ティエリ・アンリ、やっぱかっこいいな、アンリは。まあ実際のプレーはね、自分あんまり見たことないけど、アーセナルファンの方とかはすごいやっぱ楽しい選手というかね、楽しみながら点も決めてくれるっていうか、強さはあるというか。ミリトンがやっぱえげついのよね。ウィンターワールドだよね、さすがに。あ、今のところね、ミリトンに対してね、こうなんか臭いなっていうか、そのあ、さすがやっぱりアンリやなっていうところはね、そこまでね見せれてはないんです。なんでリオはこれ追いかけてんの。もうナイスだ。さあ行こう、空中戦アンリ。いや、当たった。当たるか今の。ラスト守ろう。さすがカマビン、カマビンスバラ、カマビンスバラです。ジジ、ヤンリ、ナイス。2点決めた。あ、ハットトリックしてるわ。3点でかい。ナイスです、ナイス、カマビン、グッジョブだった。でもアンリー自体強さはもちろんあります。ででかい ST を使えてる方ならまだこう使えるかなと思いますね。ただまあ市場価格は70万〜80万弱ぐらいで、 SBC の価格としては90万ぐらいかな、まあ、100万弱95万とかぐらいにはなってしまうんで、ちょっと高い感じはします。ウェルベックが8万でね作れたってことを考えると、ちょっと高いかなっていうふうには思うんで、作っても別に損はないけど、ウェルベックでいい感もなくはないですね。うん、なので、まあ、アンリが好きでとか、うん、アンリを使いたい、サンダーストラック手届かへんけどベースならいけそうやっていう方なら全然作ってもいいとは思います。ただまあ愛がそこまでないというか、別に他の選手もええやんっていうね感じもするんで、愛ありきの SBC 価格かなというふうには思うので、まあぜひちょっと気になる方は作ってみてほしいなというふうに思いますね。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。